皆さんこんにちは、パフォーマンスユニットマジメイトの大月です。さあ本日はですね、シューティングペイン初日の、こちら劇場スタジオ空洞からお届けしたいと思います。キャスト紹介の第1弾です。どうぞ、私の旦那さんをお呼びしたいと思います。どうぞ。どうもこんにちは。こんにちは。こんにちは。はじめまして。じゃあ、改めてご紹介したいと思います。シューティングペインパプア役の鶴岡雅樹くんでーす。よろしくお願いします。いやー、どうですか？いや今回今までずっと急にいいよ。どういいんだよ。こういう感じで、うん、いいよいいよ。今まで僕歌とかダンス入れて の、 芝居やってたので、うん、今回ほんと芝居一本だけなのでちょっと、はい、すごい緊張してます。そうですね、いろいろ考えてます、うん、じゃあさ、ちょっとさ、まさきくんのことをね、はい、初めて見るって方もいるの で、 で、ね、簡単に自己紹介をお願いします。わかりました、はい。鶴岡雅樹と言います。ピヨピヨレボリューションの派生ユニット、ピヨピヨちょめちょめの唯一の男です。はい。年は、こう見えて僕実は18歳高校3年生です。はい、もうすぐで卒業しますけど、はい、覚えておいてください。もともとあれなんでしょ、役者さんじゃなくてダンサーとして子供の時からずっとやってて、はい、いろんな舞台にも立ててるんでしょ。そうなんです。今までずっとそうその辺のダンスのこととかはダンスのことも、ダンス一筋だったんでしょ。そうなんですけど、僕がやってたダンスなのストリートダンスっていうのがありまして、うん、最初なんか皆さんなんかヒップホップとか思い浮かぶかもしれませんけど、僕今やってるのはロックダンス。ロックダンス、ロックダンスってありました。今の通り、君の通り鍵をかけるっていう意味がありまして、うん、一つずつ の、 決めポーズとかあるじゃないですか、はい、その時いつもなんか綺麗に止まる、はい、止まる止まる、うん、止まるっていうのがモチーフとして頑張ってます、うんうん、なるほど。普段ピオレボさんってやっぱ歌とかダンスとかでこう賑やかでパワフルなイメージがあるんですけど、はい、今回のピオラボでは、はい、あえてそれを封印して、はい、ストレートプレイでっていうことで、しっかりそういう会話劇をやるのは人生初めてなんだよね。初めてです初めてです。ね、稽古どうでしたか？もう演出家の秋田さんに、はい、いろいろ言われておりましてもう、うん、大変だった。いろんな人たちからも助けられて、ね、なんかみんなやっぱみんな弟みたいな存在なんだよね、ピオレボさんの中では。はい、なんかそう、うん、みたいですみたいですまあなんかみんなにこうしたらいいんじゃない、あしたらいいんじゃないっていうのをみんな心配してね。そうなんですよ、ね、パパさんの役についてちょっとどんな役か説明してもらってもいいですか？今回の病院の話なんですけど、パパっていうのはなんか古代妄想がすごくて、うん、なんか自分を本当は違うんですけど、自分なんか王様だと思ってるキャラです、うんうん、そんな役やるのも初めてだよね。初めてです。しかも既婚者の役ってあった今まで、うん、ないですね。ないが、ないですね。私も初めてなんですよ、ちゃんと。そうなんですね、はい、そうなんですよじゃあパパさんね、はい、ちょっと難しかったと思うんですけど、はい、まあ今からねこう見に来るっていう方に、はい、このシューティングペインの、あそうだ、シューティングペインのさ意味を教えてよ。英語得意なんでしょ。あ、シューティングペイン、うん、ちょっと教えて見てる人に。あ、わかりました。シューティングペインっていうのは心、うん、待ってシューティングペインってその発音でいいんだけど。Sorry シューティングペインで決まりのもう一度言います。シューティングペイン、はい、もういいです十分です。で、直訳っていうか意味は心を打たれるほど痛いっていう意味が込められて、はい、っていう作品なんですよね、はい。じゃあ見に来る人にねこう見どころを雅樹くんから教えてもらおうかなと思ったんですけど、やっぱりダンサーなんでこのシューティングペインという作品をちょダンスで表現してもらおうかなと。ダンスで表現、はい、4-8 のダンスでちょっと表現してもらおうかな、即興で。わかりました、はい。どうしますか？もうそこで今から。じゃあカメラも。あ、カメラも、もちろん。わかりました。それでは雅樹くんにシューティングペインを 4-8 で表現していただきたいと思います。せーの、ワン、ツー、スリー、ごめん、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、スリー、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ、フォー、フィー、フィー、フォー、ファイ、シックス、セブン、エイ。シューティングペイン、そんな作品だっけ？最後に一言お願いします。皆さん
ぜひ見に来てください。